はい、今回ご紹介するのは、ソニーのスカイセンサー ICF5900 っていう、俗に言うダンパラジオっていうやつですね。1970年代にダンパラジオの BCL ブームっていうのがあって、でその頃に開発された機材ですね。はい電源は AC と、電池とあるんですけれども、電池が単一乾電池3本ですね。はい、ここに書いてありますね。モデル ICF5900 ソニーで、ここがラジオ、電池のソケットになってますね。ちょっとスポンジがボロくなってますけれども、実際に電池3本入れて動いたんで、そこは問題ないです。電極の方も多分特に腐ったりはしてないですね。でここにイヤホンポケットってあるんですけれども、まあ、本当にイヤホン入れとくだけのスペースですね。特に物は入ってません。でこちら、AC アダプターですね。純正品の方はさすがに中ちょっとあったんですけど、ボロボロだったんで、今回新品を用意しました。ちゃんと置換性はありますのでご安心を。はい、ちゃんと刺さりますね。はい、でスイッチを、ノイズこの辺から多くなりますんで、はい、ここをひねるとアンテナが伸びてきますね。でそれで、メーター用のランプがここにあります。でちょっと FM を聞いてみましょう。ただですね、今回ラジオ の受信感度というか、まあ、これ撮ってる場所がですね、あんまり拾ってくれなくてですね、ちょっと音量がこの辺小さいんですね。なんとか調整しようとしてるんですけれども、まあ、ひとまずラジオがちゃんと受信できますよっていうことだけ確認できればと思って、続けてます。なかなか聞こえませんね。デジタルで周波数を合わせたりできないんで、もう完全ならアナログなんで、ものすごい微妙なんですね、音の取りが。うまく流れてるの聞こえますかね。で今度はこれ AM ですね。そう、先ほども言った通り合わせるのが非常に面倒くさい上に、こちらもこの受信環境が悪いのもあって、ダメですね残念です。まあとりあえず全部 AM も FM も短波放送も聞こえることは確認してますんで、ぜひお願いします。